浅村秀人33通算打率、280戦845安打、283本塁打線72打点 OPS、829。完全にレジェンドに片足突っ込んでる。ベルト西武戦で達成してほしいね。2500安打、400本塁打はいけるかな。マジかよ、もう33かこの間ルーキーだったのに。歴代最高セカンド候補や。後にも先にも楽天ではこいつを超える打者はもう出てこんやろな。あまりにも育成力低すぎて。憧れの中島より先に2000本達成しそうやな。サード転向でまだまだやれるな。楽天の育成最高傑作。パリーグ野手でガラしすぎて、もう柳田、浅村、近藤、森くらいしか残っとらんね。楽天生え抜き野手の最高傑作。打撃成績だけなら山田と似たようなもんなんやな。年下の山田はもう大分加工戦入ってるのにまだやれる。なぜオリックスに行かなかったのか。球団が存続するなら引退後も安泰やしな。連続試合出場はコロナにかからなかったのがすごい。当院時代見てて、まさなお大砲タイプになるとは思ってなかった。歴代最強セカンド。生きらず自分を客観的に見れた中島。高校アベレージヒッターだったのに、プロでホームランバッターになるってすごいよな。客は腐るほどいるのに。セカンドのくせにホームラン打者で足を使わないというだけで、山田より過小評価されてる。走塁とか地味なとこもちゃんとうまいの、昔の大阪桐蔭さん味がある。これで侍ジャパン落選とか競争厳しすぎやろ。平成生まれ初の2000本達成になる見込み。ご視聴ありがとうございました。